どかさないでよね。だからね。それもしかして謝ってくれてる？私の言葉わかるの？私の声って逃げなきゃって思うほど怖く聞こえるのかな。私、化かされてる？お邪魔します。あ、意外と綺麗かも。
ほらほら、そんなに急がなくても。まったく、お前はいつもそれだ。そんなに急がなくても大丈夫だぞ。どうしたの、ケイちゃん。ほら、いらっしゃい。ケイさん、そいつはごぼうの疲れが原因だよ。ゆうべ天ぷら食べただろう。おいおい、それを言うならご臓だろうに。えい、お後がよろしいようで。と、それは置いといて。もしかして、夢じゃない？
ふふふふ。待って待って、夢の中でも痛いことって結構いっぱいあったよね。あれ？